それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。12月も数えるとあとも本当にわずかに、まだね31日まではあるんですが、幼稚園の2学期が終了というのはあと火曜日、水曜日、木曜日と3日になってしまいましたので、とお部屋の方では大掃除の方を進めていきました。自分の荷物をロッカーから持ってきて、で雑巾をこうちゃんと絞ってもらってね、そしてお掃除をしていきました。で今までだったら、とかできないとかっていう言葉が出てくるんですが、次はどこ掃除するっていう言葉が出てきて、なんかすごくやっぱりお兄さんお姉さんになってきたんだなというふうにとても嬉しい気持ちになりました。また今日午後からだったんですけれど、まあ午後からではないんですが、とお昼近くぐらいからすごく太陽がさんさんとしてきて暖かくなってきたので、午後は外で子飼い遊びを楽しみました。先生鬼ごっこやろうよって言われて、鬼ごっこか、わかったじゃあそうすると先生が鬼だからねって、まず一番最初に鬼にされるんですね。じゃんけんしてないし鬼決めもしてないしとか言いながら、大丈夫先生が鬼って言われて、わかりましたって言って進め、みんなと一緒に遊ぶこともできました。なんかそのような、もう少しで2学期は終わってしまうんですが、大掃除をしたり一緒に遊んだりと楽しい一日を過ごせたことがとてもハッピーでした。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それではこれから私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は火曜日だったのでエンジョイイングリッシュがありました。今年もう最後のエンジョイイングリッシュだったのですが、子どもたち12月になってもう3回目なので、もう月いつも 毎週火曜日、あと日付、あと12月っていうのも英語で毎週お天気も言ってるんですが、やっぱ毎週火曜日なのでチュースデーっていうのはちょっとみんな言えるようにはなったんですが、12月ディセンバーってちょっと難しいと思うんですよ。9月以降だとちょっと長くなるので単語が、でも12月っていうのも言えるようになってきて、最初は数人しか言えなかったんですけど、みんな積極的にディセンバーって言ってて、それが先生もすごい褒めてくれて、ハイタッチなんかもしてくれるんですが、それが子どもたちのやる気につながっているのを感じられてとても嬉しく思いました。そして今日は私ワゴン車の助手をさせていただいたんですが、ある女の子たちがいたんですが、なんかいつも黒いお帽子を冬なのでかぶってるんですが、それを取って突然顔にこうかぶせたんですよ。そしたらなんか星が見えるってすごい言ってて、なんで星が見えるのと思って、なんかシールか何か貼ってあるのかなと思ったんですが、なんかプラネタリウムを多分イメージしてたのか、ずっとあ星だ月だすごい綺麗って言ってて、なんかやっぱ子供なりにそういうのが見えるのかなっていうのは私は思ったんですが、やっぱ大人ではそう帽子をこうまず顔にやるってこともないと思うんですが、子供たちのその可愛らしい世界観もちょっと感じられたので素敵な一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は昨日一昨日とつぼみさんお部屋のお掃除が子供たち一生懸命頑張ったので終わりまして、今日は作品展で作った廃材がまだ少し残っていたので、いろんな楽器、ちょっと人数分はないので好きな楽器を作ろうということで、ギターというか琴みたいにこれを使ってそれを作ることとか、あとはマラカスを作ることとか好きなものを作ろうということで行ったんですけれども、こう以前よりすごい集中してペンとかあとはシールを貼ったりしてすごく一生懸命に作っていて、で完成したら先生見てってすっごくニコニコの笑顔で教えてくれる子がたくさんいてとっても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日で2学期も終了ということで、2学期の終業式の方をホールで行ってきました。園長先生からみんなへの宿題ということで
番に入れていたんですけれども、その時に2学期は何が楽しかったっていうふうに一人一人質問していったんですね。そしたらもう多種多様というか、みんなそれぞれ一人一人すごい答えが違っていて、運動会とか作品展とかそういう大きな行事がすごく楽しかったよっていう子もいれば、キッズがすごく楽しかったっていう子もいたり、あとは普段のお友達と鬼ごっこをしたりするのが楽しかったよっていう子もいて、すごく私もいろいろなことを楽しく感じてくれてるんだなと思って、すごく私も幸せな気持ちになりました。風邪や病気に気をつけて、また3学期元気に登園してくれるのを待っています。良いお年をお迎えください。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日で2学期も終了ということで、今日は2学期の終業式がありました。園長先生からみんなへの宿題ということで、挨拶、近所の人だったり、近所の人もう一回